あんまり他にないねみたいな嫌な感じじゃなくていい意味で唯一無二かっていう感じ、うん、自分で捨てるときにかっこいいなって思うような服を自分たちで作って、うんうん、それをファンの人たちに届けれたらいいなっていうきっかけもあって、よろしくお願いします。なんか対談ってあるんだね。初だね、初だね。こういう風になるとかしこまっちゃうよね。いや、この辺と今更だしね、いろいろ話してみましょう。ちょっと話すか。そもそも俺らっていつだったの？多分俺が18とかそれぐらいの時にまだ16年多分アパレルとかやってないんじゃないかな。DJ とか、うん、もうね、多分ね、アパレルちょっと下っ端ぐらいだし、でも20前半ぐらいだと思うから、ちょうど DJ やり始めたぐらいかも。ともとワンダーボーイズってやってたじゃん。やってた。それのその時代から知ってるし、その時俺たまたま行った美容室がちーちゃんが働いてて、あ、スレッドだ。そう、うん、そう。で、そこに髪たまたま切りに行って、うん、ちーちゃんと仲良くなって、うん、で、紹介してもらった。いや、クラブイベントとかやっててみたいな、遊びおいでよって誘ってもらって行ったら、純喜くんとかめちゃくちゃいかついやついるみたいな、俺の印象はね、そんな感じだったから。そんな感じだったかな、ね、けどめっちゃ可愛がってもらって、いやね、よく遊んでたね、飲んでたし、別に俺がスノーボードしてるドローンとか、あ、そうだね、全くなしに入ってるよね、はい、そうだね、オリンピックだの、ライダーだの関係ない飲み友達もね。それこそさ、俺、モールかなんかで DJ してるときにさ、いきなり客さんの中からバーンって一人飛び出してきたと思ったらさ、公平だったみたいな。上がってたよ、ね、基本的に今ジュール君たちのイベントテンション上がりすぎてうわーってかき分けて、うん、ステージに立って、うん、俺も一緒に飛んだ感じだった。今だったら怒られるんだよ。今だったら怒られる。いや、もうそんな流れもあったね。いや、でも結構振り付けはなるね。そうっすね、そうっすね。あれだよ、ファッションブランドやったのはちょっと俺的にはびっくりというか、もともと結構なんか好きで、うん、スノーボードのプロとしてずっとやってきて、うん、スポンサーがあって、でもその、自分がこうスポンサードされてる側だから、次販売する新作、うん、来年モデルとかのやつを常に着てなきゃいけない感じだったんだけど、新しいもの、新しい、それもなんか、超気に入らねえとか、やっぱ自分の中でどういう服を着たいとか、こういうウェアを着て滑りたいっていうのは結構昔から強くて、スポンサードされてる時ってやっぱ縛りがある、縛りあるし、やっぱり売らなきゃいけないような商品だったりとか、やっぱり全然広告みたいな感じになったりとか、だからそういうので縛られて分かんねえなみたいな、そういうのがあったから、自分でこう滑るときにかっこいいなって思うような服を自分たちで作って、うんうん、それをファンの人たちに届けれたらいいなっていうきっかけもあって、で始めたんです。そういうのがありました。でもあれだよね、なんかハマリックの商品、それこそ僕がラグランジやらしてもらってから、まあ1年目からトライさせてもらって、なんかあんまスノーっぽくないね、自分が、ストリートカルチャーというか、うん、まあ、横乗りのイメージも残しつつ、でもちょっとこう綺麗めに見せる、大人の着れるようなとか、落としどころをちょっとこうストリートっぽさを出しすぎずファッションになりたいなっていうようなモード系に見せてるやつもあれば、そう、この辺とかはね、そうだね、一緒に作ったやつとかはね、これは結構今ね、喜んでもらえたね、いろんなお客さんにね。そうですね。で、これラグランジの別注で作ったやつで、ちょっとこうね、ラグランジさせて、ちょっとテンションいいからね。うちスタッフ全員来てるよ。ね、めっちゃ嬉しい。公平、それこそ、これはもう元々そのままで一個やろうと思った時に、なんかあんまりこうスポーティーすぎると、うちは結局アメカジベースな店なんで、やっぱりどうなのかなって最初は思ってたんだけど、素材感とか色出しとかこだわってるなとかっていうのをすごい感じて、
僕もやっぱりバイヤーだからいろいろいろんなブランド見るんで着心地とかも大事にしてるし、でもそういう部分はやっぱりなんだろう、動くこと前提に作られているから着やすいし、いやそうですね、こういうスラックスとかもスケートできるような感じのストレッチ素材にセンタープレスとか入ってスラックス感出してるから綺麗めだけど履きやすい、内側もゴム縛れるようにしたりとか、ベルトいらないよ、スウェット感覚で履けるとか、やっぱ動く前提もあるからその辺はこだわってる。あれもすごいなと思ったよ、なんかフーディーのさポケットのところにさファスナー、ジップついてるみたいなのとかも、うん、あ考えてんだなみたいな、なんか それに撥水も一応かけて、で春先になったら脱いでスノーボードの時に決めて、でこうチケットだったりとか、あなるほど、ね、チケットだったり、うん、まあ、携帯ウェアだったらジャケットにポケットがいっぱいついてるけど、パーカーでこうついてたらいろいろ携帯入れたり、ね、普通にケース入れたりとか、うん、そういうのもちょっとスノーボーダーのことを考えます。じゃあスノーボーダーの方たちにはもっとじゃあおしゃれをしてほしいっていうのがもちろん公演的には願いというか、もちろん、こういうこういうラグランチとかこういうセレクトストアで取り扱いしてもらってるのは本当ここぐらいで、あうちだけなんだ、はい、あまあ嬉しいね。あとは大体スノーボードショップだったりスケートショップだったりとか、うん、そういう部分ではめちゃくちゃ嬉しいし、ブランディング的にも、うん、こういうセレクションが綺麗系もあれば古着フランチプランも、うん、フランチプランもあってリメイクしてるものもあったり、プロスペックなものも一番見てるし、まあ、一番なんか結構お客さんに、まあ、変わってるねとかあんまり他にないねみたいな、なんかそれがね嫌な感じじゃなくていい意味で唯一無二感っていうか、うん、なんか俺の中でこういうダメージ入ってデニム履いてて、でそのちょっとユーズドっぽさがある中で上はこうカナダグースとかマシとか、うん、結構そういう組み合わせが個人的にめっちゃ好きだった。ああじゃあセレクションは俺は見ててめっちゃ面白いし、ハイブランドのばっかり扱ってるとかってやっぱ 全身綺麗になるし、うん、そこであえてグラスされてるシャツ合わせるとか、その感じのバランスがさすがだなって。もともとねやっぱり人と被るの嫌いだし、結局どこにでもなんか似たようなものは売ってるから、やっぱり自分の着こなしで少し個性出すみたいなことがお客さん、まあ、たちに提案したかったところもあるな。やっぱりなんかそれを本当に今言ったみたいに、じゃあダメージデニムの上にちょっとプロスペックちゃんと入ってて、かつおしゃれなノマディック着たら、うちのスタイルとしてはミックスタイルとして成立するかなっていう、まあ、それをさっき言ってたダメージデニムなんだけどカナダグース着ちゃってるよみたいなこと、ノーハーマーの綺麗なシャツ履いてるけどダメージデニム履いてるよとか、結局俺ボロボロのデニムとか履いてるから、いやいいよね。でもそのバランス俺はめっちゃ好きだし、それこそポップアップ俺らがやった時だってさ、ノマディックファンでこう来てくれて、でデニムとかもこっちのここのやつ合わせたりとか全部それでミックスできて、靴は綺麗めなスリッポンとかだったり、ローファー買ってったりとか、なんか全身でコーデできるのがめちゃくちゃいいな。確かにそれはあんまりプロショップとかにないかもね、やっぱり絶対スニーカーになっちゃうし、まだね今日履いてるみたいなこういうのにうちのまあユーズのデニム履いて、でもちょっと綺麗な T シャツ着てノマディックのフリース着ちゃったりとかポーチ着ちゃったりっていうのはちょっとうちらしいかな。めっちゃいいっす。じゃあありがとうございます。